TB7 から 117SMTB7 から117はロシアのクリームフが開発したターボプロップエンジンである。イル -114 向けに開発され、1997年に認定された。TB7 から117は、それまでに生産されてきたエンジンと比べ高い、信頼性と燃費、長寿命を備えている。エンジンはモジュラーデザインを採用しており、 9つのモジュールで構成される。モジュールは現場で交換することができ、修理やメンテナンス性が向上したほか、劇的にコストを削減した。制御系には、電子系オニ系統とバックアップ用の油圧系統を備えており、電子機器に異常が起きた場合でもエンジンを動作し続けられる。製造は、クリモフ、シェルニーショフ、バラノフで行われている。 ターボシャフト型の TB7 から 117V と TB7 から 117VK は VK-3000 とも呼ばれる。最新型である TB7 から 117ST は IL-112V のために開発がスタートし2016年よりベンチテストを開始2017年9月からは IL-76LL に搭載しての飛行試験を開始して12月に第一段階を 完了した。認証は2020年を計画している。TB7 から 117V 一般的特性、構成要素性能出展。一般的特性構成要素性能出展。ありがとうございます。